スタジオジブリ最新作の映画借りぐらしのアリエッティの大ヒット祈願が増上寺で行われ、恋の出演をした次第未来さんや神木隆之介さんなどが出席、また主題歌を歌うセシル・コルベルさんが楽曲奉納を行いました。この映画は古い屋敷の床下に家族3人で住んでいる親指ほどの小さな女の子アリエッティと、その屋敷に病気療養のためにやってきた少年ショーとの交流を描いた物語。ヒット祈願の後、完成披露試写会の舞台挨拶も行われました。監督の米林博正です。会社ではマロと呼ばれています。皆様にとってみたらこう誰っていう感じだと思うんですけれども、今日はよろしくお願いします。声のお仕事というのをしたことがなかったので、すごく緊張していたのですが、現場では、スタッフの皆様や、神木くんも常に大丈夫だよと言ってくれていたので、楽しく撮影することができました。神木さんは宮崎駿さんから米林監督についてこんなことを教えてもらったそうです。実はマロさんというのは千と千尋の神隠しの顔なしのモデルだと宮崎監督から言われましてですね、僕はその時からもうマロさんは顔なししか見えないんですよ。宮崎監督が言うにはこうスーッてこう歩いてくるところがすごく顔なしっぽいしっていう、上下動がないところが顔なしっぽいというふうに言われてます。